先日楽天の半額セールで買ったリバティのチャーム、15ミリのものです。これを使ってアクセサリーを作ってみようと思います。半額だったので10個で170円で買いました。今は340円で売っています。こちらはセリアで買ったイヤリングパーツ、ダイソーで買ったこれはパッチン止めでヘアピン、こっちはゴムです。私はミックスというのを買ったのでいろんな色が混ざっています。これは同じお揃いなのでイヤリングにしようと思います。金属 OK の瞬間接着剤を使います。ダイソーです。まずはイヤリングパーツから。周りを少し開けておいて、広げた方がつけやすそうです。次はこのピンクのかわいいのはこのパッチンタイプにします。これも周りを少し開けて、ヘアゴムは私が使いたいので好きなブルー系にします。最後はヘアピンです。これはちょっとシックな感じの色を使ってみます。これだと大人でも使えそうです。